宇宙における地球の位置に関する人類の知識は、ガリレオ・ガリレイから現在までの400年に及ぶ望遠鏡による天体観測によって発展してきた。それ以前は、地球は宇宙の中心であり、宇宙は肉眼で見える太陽と月と惑星と天球に固定された構成とで構成されているとされていた。太陽と月を惑星とするか否かも統一されてはいなかった。 17世紀に地動説が広く受け入れられ、私たちの地球が太陽系の惑星とされた後、ウィリアム・ハーシェルたちによる観察は、太陽が円盤状の銀河の中にあることを明らかにした。20世紀エドウィン・ハーップルの渦巻き銀河の観測などにより、私たちの銀河が膨張する宇宙の中にあり、銀河団と超銀河団に属する億単位の同類の一つであることが明らかになった。 21世紀現在、我々が知っている、より明確になってきた宇宙の姿は、超銀河団でできている銀河フィラメントと、超空洞の広大な雲の素状の構造である。超銀河団、銀河フィラメントや超空洞はおそらく、宇宙に存在する最大のまとまった構造体である。1000メガパーセク以上のスケールにおいて宇宙すべての地域は平均して同様の密度、 構成と構造である。宇宙には中央や円がないとされているので、宇宙の中の地球の位置を描く際の別格の基準点はない。私たちの観測結果は地球からの距離を測定するので、地球は観測可能な宇宙の中心になる。様々な規模で存在する明確な構造平らに対して地球の位置から参照可能である。 宇宙の大きさが無限であるかは未だ不明であり、我々の宇宙は巨大な多元宇宙の中に含まれているかもしれないという説もある。宇宙における私たちの位置の図、上から、地球、太陽系、太陽の隣人たち、銀河系、局所銀河群、乙女座超銀河団、近隣の超銀河団、観測可能な宇宙。ありがとうございます。